はい、ということでね、もうこの時間にはバースデーイベントも無事に終了して、もうたくさんの方に祝っていただいて本当にありがとうございました。いや、めでたかったね。運勢のみんなも来てくれて本当にありがとうございました。昼夜もありがとう。いや、ありがとうだよ、うん、あのマネージャーが、はい、あの運勢のお三方だけはあのすぐにあの取れましたあのゲストの声優さんのお二人とは違ってスケジュールすぐ空いてんだよ俺ら空いてんだよ。いや、ありがたいよ、来てくれるだけ。ありがとうございます。びっくりね、まさかのね、昼より呼んでくれると。いや、でも片方だけかなと思って。そう、俺的にはやっぱそれはすごく助かるからさ。珍しい、久しぶりじゃない呼ぶってね、3人で。3人ともっていうのはね、2人がどっちかいてとかはあったけどね、うん、しかも去年は映像でのって感じ。あ、そうだったね。そうだったっけ。あの映像もちょっと適当すぎておもろかったね。あれでもあれちょっとバスツアーのさ、もう連れてかれてさ、あー、そう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 、ちょうど賢秀いないタイミングで、そう、マネージャーさんが撮りたいんだよって言うから、うん、ちょ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 、もうちょこだわるのに、今こだわりブームとかあるのにね、バースデー動画っていうのは。なんかすっごい声もなんか遠いし、ザーザーだし、そう、三環境音出るから遠いしね。誰も喜ばない動画そんなことね、おもろかった、ね、ありがとうございました、それでここで一通、はい、なおさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。上野さん、こんばんは。こんばんは。そして健翔さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。初めてお便りを送ります。昨年のパレード発売記念イベントが、初運勢の皆さんとの出会いだった私ですが、その後に、運勢アンギャ、今年は念願のバスツアーに参加。ありがとう。初参加、バスツアーでは皆さん気さくに話しかけてくださって、自分からなかなか声をかけられない私と友人はすごく感激しておりました。本当に夢みたいな時間をありがとうございました。その中で後悔していることがあります。野口英世記念館で健翔さんにバロラントのお話をさせていただいたのですが、時間がなくてちょっとしかお話を聞けなかったので、うん、はい、ぜひまたラジオでバロラントのお話を聞きたいです。私は見る専門でプレイはできないんですが、ゼータディビジョンが大好きで、レイキャビックのマスターズや、今年の LCQ チャンピオンズのゼータの試合は全部見ました。海外チームだと健翔さんもおっしゃっていたペーパーレックスやフナティックが好きです。健翔さんはキルジョイを使っているとおっしゃっていましたが、今でもキルジョイを使っていらっしゃるんですか。ジョイジョイ、ああ、キルジョイ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 。でキルジョイ以外の別のエージェントでも使ってみたいキャラとか。ちょっとタイトルコール言っていい？そんな尺のそんな尺のオタあんまり読まないぞ。まあもう俺らは7年やって初じゃねえか。その長さ。俺2本目から参加だけど帰った方が良かった。本当？教えていただきたいです、はい、なるほどね。あと武器はファントム派ですか、バンダル派ですか知らないよ。またゼータのクロウさんとご飯に行かれましたが、その時のお話も、できればお伺いしてみたいです。質問ばかりですみません。健翔さんのお誕生日にお好きなバロラントのお話を聞かせていただけたらなと思っておりますなるほど、ね、健翔さんお誕生日本当におめでとうございます。ウーサの皆さんのこともこれからずっと応援しております。ありがとう。ついてたなだいぶついてたな健翔バロラント運水だったね。お体にも気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。まあ、キルジョイかサイファー使ってます。ラバンジョイ。で、ラバンジョイ。で、バンダル派です。ラバンジョイじゃない。はい、ということで。バンダル派？バンダル派ですね。バンダルね。答えたのね。はい。お、よかった。わかるでしょ。わかんねえわ。ということで始めていきましょう。運勢の。今晩どうしましょう。皆さんこんばんは、小野健翔です。早乙女ジョージです。岸本拓也です。寺山たけしです。この番組は運勢メンバーがワイワイガイガイと賑やかにお届けする流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回私小野健翔が MC を担当します。はい、384回目、うん、はい、はい、まあなんかね、あとはもう12月の2人を残すだけで、ああ、そうですね、誕生日的には、うん、なんかいよいよもう終わりだね今年も。まあまあまあね、うん、10月はそうだね、いよいよね、なんか10月ね、うん、なってくる。でしかもさ、ちょっと涼しいじゃん最近。あ、なったね、急にね、急にね、夜はもう素晴らしかったね。だからもう素晴らしかった、素晴らしかった、何これ人だと言うね、素晴らしい当たり終わりが、素晴らしい気候だなと思って唇真っ赤にしやがって、ね、でもいよいよやっぱちょっと終わりを感じつつあるよね。それはね、ようやく同意できるよ、終わり感出てきた、ようやく、そうそう、ようやく追いついたか。いや、言うてまだ夏終わったぐらいでしょ。そう、まだ終わったばっかりよ。10でしょ、10がちょっと寂しくなってくるね。ようやく追いついてきたね、感覚が俺に終わりの感覚が早すぎりゃいいもんじゃないからはい、ということで、うん、まあ無事にね、バースデーイベントも、うん、終わりまして、改めてありがとうございました。
ギャガーだったね。ギャガー。いやよくわかんないけど。ギャガーじゃないんだよな。ギャガーだったね、細田さん。そう。まあどんなものになってるかちょっと僕らはまだあれなんでね、あるんですけど。はいはい、そうだね。はい。まあ楽しかったことでしょう。楽しかったでしょう。まあなんかあの感想とかはね、あの次回とかに、ね、あの届いていれば、はい、読ませていただきたいと思いますので、はい、はい、ぜひ送ってください。はい、そして。まあもうちょっと経っちゃったけど、うん、噴水メンバーでもねバーベキューも行ったりとかしてね。そうなんですよ。その話してないかまだ。そう、あ、そっか。山吹メンバー全員集まりましたよね。せいやも来て、うん、マジ久々だったけど全然久々感ないぐらいのなんかそうだね、安定感ね、安定感あったね。ちょっと詳しくはまあ次のフリートークのところで確かに、はい、そうでしょうかね。はい、はい、それでは皆さん最後までよろしくお願いします。ということで始まった運水の今晩どうしましょうですが、はい、まあ、話の続きということで、うん、バーベキュー行って、はい、あれでしょ、運水広場オフィスなんだっけ、運水、運水ハウス、ハウスか、ハウス、うん、2人とも遅かった、ノータッチすぎる広場出演はしてないけどノータッチすぎるし違いすぎるしオフィス俺らもマジで何のことか会社立ち上げたから俺たちと思っちゃったわ。えぐいぐらいのハテナマーク、うん、会社立ち上げたのかなと思った。特大のハテナマーク出たから。え、運水ハウス、ハウス、あ、でちょっと話したんでしょ、そのバーベキューの話もちょっとだけね、ちょろっとしたんでしょ、はい、でもまあほんと触りだけ、うん、そんな触りな感じでちょっと話してくださいよ。いや、あんたもいたどんな感じで話したの。いや、どんな感じで話したっていうか、まあ久々に実は山吹全員集まったんですよって、うん、バーベキューして、もともと4人でバーベキューしようっていうところに、せっかくだから、うん、あのセカンドシーズンミュージカルね、テニスの王子様で一緒だった、うん、あのせいやとれいやを呼んで、うん、いけるかなと思ったら本当全員集まれて、うん、元木聖也と正木玲也ね。そうそうそう、はいはいはい、ラジオ1回ずつ来てん、生きてくれてんの、結構前だからね。俺はちょくちょく会ってたりお二人してるから、うん、下2人だね、うん、そうそう、年齢的にだね、うん、でも会ったらもう玲也が今年29で聖也が30、えぐいて、うん、やばいよ。テニミの時だって制服着てたんだからね。そうだよ、玲也だって16歳とかあったから。そう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 、すごいよ、やばいねって、やばいよ話ですよ、うん、高校1年生だったんだよ、うん、レイヤー、レイヤーあれか、早生まれだから一応28の代だ、あ、29の代だけど28ってことか。あ、なのかな、細かい、むずい、細かいけど、クレーム怖いから、細かい、クレーム怖いから、うん、まあ相変わらずなお二人でですね、うん、楽しかったです、もう、はい、バスケ見ながら、いや楽しかったね、うん、あ、そうそうそう、バスケをね見ながらね、バスケやってたんですけど、盛り上がったねバスケもね、見てねえやお前らお前らずっとゲームしとったんや。なんでそういう言い方するんですか。だって、本当、いや、それは俺はもう盛り上がったでいいじゃん。盛り上がった、違う違う、マジで本当に真剣に見てたの、タクちゃんだけだよ。いやでもさ、一番言わなきゃいけないこと忘れてた。ガシャタク発揮しすぎたけど、いやマジでさ、コラこぼしたんだよね。ひどいよ本当に。俺衣装が隣に座ってて、もう終盤ですね、うん、お酒もちょっと酔っ払って、うん、もう、あ、日本これ勝ったなぐらいの勢いの、うん、両方がやっぱ相まって、うんうん、テーブルのなんかさ、うん、俺がイラッとしたのは、うん、イラッとしたイラッとしたなんか、いや別にさ、こぼすのはいいじゃん、誰だってすることだし、でもなんかその後の対処が、うん、酒入ってるからしゃあないやろみたいな感じやろ、ね、でちょっと拭いてたの自分でも、拭いたやつを、うん、テーブルの足の裏に隠してたんだよ、ね、隠してた、ちょちょちょって拭いたやつをテーブルの下に隠してた、隠してたし、ない、しかもなんか全然その拭けてないのに、うん、もうはいはい拭いたよみたいな、うん、酒入ってるし、もう別にもうこれぐらいやってればいいでしょみたいな感じでいるのが、言い方がよく、これだなって思った。何が？あのやっぱこれだ。あの切れられる理由。うん、あ、奥様に、奥様にね。大変なんで切れられてる前提なんで。絶対これだと思ったし、しかも俺のねリュックの、うん、あの下もびちゃびちゃだったの。びちゃびちゃだったね。なんかそれも相まって、これやなって思った、ね、悪かった、うん、悪かった、そう、そのこの悪かったやの言い方もさ、ガンズメ、さ、酒入ってるからしゃあないやみたいな、楽しそうだったの、楽しそうだ、一番楽しそうだったの、うん、でそれでもう解散になっ
ったじゃん。で結構バラバラにじゃ、本当バラバラになったから。ね、でもタクシーは俺もう一軒行く言うから。そうなの。そうそうそう。言ったから、あこれ危ないなと思って俺ついてって、これもう終電逃してまた、奥さんに怒られちゃうから、俺はちょっともう終電で返すために一緒に行こう。あ一緒に行ってあげたの。一緒に行って。優しいね。タクシー帰るよそろそろ、うん。どこまで歩いたんですか結局。あでもまあ 2キロぐらい歩いた。結構歩いたタクシー乗らずに結構歩いて2人結構歩いてね、久々に行きつけの店行って上手連れて、そうなるほどね、そういうのやってたんだ。そう楽しく過ごしました、はい、寝過ごさず一応帰ったんで、はいはい、あいやよかったよかった、まあでも楽しかった、楽しかったね、うん、さあということでね、普通歌の方も紹介していきましょう、はいはい、シャーマンカンさんからいただきましてありがとうございます。運勢の皆さんこんばんは。こんばんは。先日晴れているのに庭が突然水没しました。原因を調べたらお隣さんの家に生えている、竹の根が、うんうん、家にも侵食していて、はい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 、水道管を突き破ったためとのこと、修復に、1週間ほどかかり、その間水が使えないという不便を、強いられてしまいました、はい、何気なく普段何気なく使っている水がこんなにも大切なものだったと気づかされた1週間でした。この後怖いカウンター来そうだな、うん、いきます、はい、運水の皆さんは、はい、最近気づいた大切なものはあ水が使えないってことでね、大切なものね、もう水没してないんじゃないかな実はねエピソードがでかすぎてさ今回のテーマは大切なものについて聞きたいから逆算 で逆算で相当な作家です。だとしたらすごい職人、大職人どうですか大切なもの、大切なものはね、最近気づいた大切なもの、ちょっと軽くいいですか。ああ今ね、うん、もう終わってるんですけど、林明宏っていう、それこそテニミュー終わった直後ぐらいの同年代の俳優が演出してる舞台出てて、はい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 、やっぱその頃の仲間ってやっぱ大切だなと思ったね。うーん、いやそれはわかるわ、あちいじゃん同じ立場にいるし年齢も近いから同じ境遇で共感すること多いんだよね、ここ大変だよねとかね、もう単純にその同年代が頑張ってる姿っていいよね、うん、そうそうそう、力になりたいなって思うしね、じゃん大切だなと思ったね、どう大切なものなくしてばっかりのルーザーですかロスターか、そうね、なくしがちですけど、でもそれで言うとこの間それこそ運水ハウスで、うん、ゲストで森山愛治さんっていう大先輩 の、 役者さんとご一緒したんですけれども、はい、まあ運水ハウスはなかなかの無茶ぶり企画なわけですよ、の中でもなんだかんだとかやだとか言いながらも、まあ、バンバンこうやってくださるこの、ありがたいね、なんていうのかな、先輩の胸というか背中というかはやっぱり大事だし、自分もこうなりたいなって思ったよね、先輩ね、あっちいじゃん、あっちいじゃん、あっちいじゃん待ちでした、夏も終わるのにあっちいですな、あっちいな、なるほどね、あります検証も、最近気づいた大切なもの、うん、まあ最近っていうか、まあずっと気づいてるんだけど、まあ、家族だよね、あちいなおい、あちいじゃん、あちいなおい、あちいってかあったけじゃん、聞いてますか花澤さん随分と旦那さんあちいですわ、あちいよもうそれ以上のエピソードは俺はね家族いないから、それ以上家族いないから家族いないからは違うから、家族いないから、いやでもこの間ジョー君のお母さんと会ったんですよ、あそう、お母さん、うちのお母さんと、あっちかった、あちあちかった、逆にもうジョー君になんかいじりに行けなくなっちゃったみたいな、うん、でもうちのお母さんとの会話面白いでしょ、なんかいやもう不思議で、お母さん若い、すごく、そうそうそう、めちゃくちゃ若くて、だってあれでしょ、ブルートゥースのイヤホンやってるタイプ、そうそうそう、農作業しながらブルートゥースのかっこいいやって、でただ東京にね来るっていうから、うん、まあこのメンバーで合わせられるのは寺ぐらいかな、なんでよ別にこぼさねえよこぼすかそこではそこでは飲まねえよしかもたまたまねタイミングがあったから、その前にちょっと寺と会ってたから、あこの後お母さんと会うからっつって、うんうん、もうだから俺ジョークいじれないからごめんね、うん、頼むわ、なんで今はお母さんの顔見ちゃってるからあんまり息子さんをいじることはできないじゃあもう会わなかった方がよかった、そう会わなかったから本当にね、いやみんなお母さん会ってるから、うちのお母さん会ったなって思っちゃったよ、うん、パスタごちそうになっちゃってるんだからもういじれないよ、いじれる、もういじれない確かにうちのお母さんが全部パスタ払ってくれたんだよね、本当に、はい、俺こんだけタクちゃんのこと言ったらもうタクちゃんの周りの人に会えないもん奥さんに会っちゃダメだと思う一回奥さんゲスト呼びましょうか
なんちゅうラジオ、さばきのラジオ。実際どうなんですか、ね、はい、ということでここまでです。これからもじゃんじゃんお便り送ってきてください。うんすい、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 うんすい番付。こちらは皆さんから募集したお題にまつわるランキングベスト3をメンバーで考えるコーナーです。それでは早速番付していきましょう。今回のお題はうんこばネームりなりーさんからいただきました。今年多そうなハロウィンの仮装番付でございます、うんうん、はい、まあ、今年はもうねコロナもねいよいよ終わって、うん、はいはい、またおそらくハロウィン盛り上がるんじゃねえかと。パーティーが繰り広げられるよ、街でヤング陽キャたちがね、ヤングがね来るよ来るよ。いやまあこの襲来どんな格好してくるか、衣装での襲来が来るんですか、うん、まあ、今年象徴するものになってくるんじゃないかと、うん、はい、はい、ということでじゃあ早速3位からいきましょうか、はい、うん、じゃあ3位、じゃあ私はこうかな、はい、はい、あ、まあ今年さっきのねちょっと話も出ましたけどやっぱバスケを盛り上がりしたし、うん、まあ、ちょっとだけ話題になってた富永啓生選手、富永さんそれ啓生かまいたちの山内さん、山内さん、山内さんがやっててああすごくディープスリー打つそうだから、うん、あの日本代表のユニフォームで、うん、まあちょっとショートヘアの人はみんな、うん、あ、俺富永みたいな感じで、はい、いそうかな、スクランブル交差点の端から端でね、はい、超ディープスリーよね、ディープスリー激迷惑じゃんそれ。僕もね、バスケットストリートでね、ああなるほど、うまいね、それはいいね、逆に逆転しますね、僕も似てるから3位っていいですか、はい、湘北高校、あーいそう、絶対いるでしょ今年、まああれ年末、去年末公演でこの間までね、ただね、ただ、うん、女子が冬だからって言ってパーカーの上にあのユニフォーム着てたらめっちゃ可愛いなと思って、あーね、それお前の願望だね、なんかはかどってんね、めっちゃ可愛いだろうなって、そうそう、ね、なるほど、湘北高校、綾子さんとかではなく春子さんでもなくか、そうそう、なんか多いんじゃないかなと、バスケットストリートで、うん、そうそう、だやめた方がいい、2回は2回もいい2回は俺うまいこと言ったからもう1回いけるからじゃないんでバスケットストリートで、ね、はい、バスケ多そうだよね、はい、じゃあ早乙女の3位、はい、ヨルフォージャー、ヨルさん、ヨルさん、スパイファミリー、ね、スパイファミリー、まあアーニは去年めっちゃなんか、うん、あそうだねみたいな言われてますけれど、いやまだまだ人気だよ、だってまだ始まるしさ、映画も始まるし、うん、これからまだまだ出てくると思います、ね、はいはいはい、はい、かっこいいしね、うん、はい、さあ僕はね、うん、もう、まあ、3位は普通にミニスカポリス、まあもう定番、毎年だもんね、定番、定番、うん、もう必ず新世代がやりたいみたいなね、うん、やりたい、まあ、一番モテ、うん、モテコスなんじゃない、そうね、ナンパされやすいみたいなね、そうなんだ、じゃあ続いて第2位、いきましょう、はい、じゃあいきましょう、これもまたちょっとスポーツもんで申し訳ないんですけど、まあ多分六本木あたりの海外の方がみんなヌートバーになると思います。タカちゃんね。ならないよ。タカちゃん白人男性みんな。そんなに人気になってないから。見るしちゃって。そんな見るしないよ。見る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 。ああでもコミュニケーション取りやすそうだね。確かに確かに。なるほどね。はい、はい、まあそれもね入りましたしね、うん、っていう。はい。タケちゃん。僕は筐体スマスロ北斗の拳。ですね、色出してきたな、はい、筐体で来るんじゃないかなと、筐体って、まあ、スマスロ業界かなり革命起こって、筐体って何、パチスロ機ですね、機械になる、あ、機械で来る、パチスロ機になってくるみたいな、剣じゃなくてダンボールメイクみたいなね、あちょっと多いんじゃないかなと、多くはないどういうどこに売ってんですか、まだピンときてないからね俺みんな自作ってこと、まあ、もしくは北斗の剣、多くはないけど、SNS でバズるやつだね、バズる、そうそうそう、うわ、こんなコスプレいたよ、スマスロいたぞみたいなね、スマスロスマスロ勢は来るか、まあ、確かにコインが出ないってことか、ちょっとした流行語大賞みたいになってスマスロスマスロ勢ね、はい、じゃあ早乙女さん、早乙女はまだまだスパイファミリー、アーニャ、あおいずるな、ちょっと今日考えるの面倒だったよ、あーにゃ、いやまあいるだろうね、いる、全員ミニスカポリスと同じぐらいいると思う、まだ擦ってくると思う、あーにゃ擦ってくる、しかも男のあーにゃもいるだろうから、男にゃ、男にゃ、男にゃっていうの、手品にゃじゃないんだよ、男にゃ、これ男にゃ知らない、あの兄弟だ、山上兄弟だっけ男にゃ手品にゃ、ね、ピーナー繋げてくる、まあ絶対いるよね、いる、男も女もいるから多いだろうなって思ってます、なるほどね、ちなみに僕も2位はあーにゃでした、あーにゃね、ああなるほどね、アーニャは多そう、絶対アーニャまだいると、うん、かわいい、ね、アーニャまだいる、うん、手軽かもしれない、はい、じゃあいよいよね1位、1位もう俺絶対これだと思う、あのね
推しの子の愛さん。あーあー忘れてた。もうそれだ。推しの子。それだね。お母さんね。お母さんかもしくはあの娘ちゃんの方。のね。うん、ああそれだわ。はい。女性は多分それだと思う。もうモテにいってるよね。女性それだね。はい、男性の1位は間違いないと思います。え待って大丈夫それ1位でいい？あもう間違いないですね。うん、鏡慶四郎ですね。え説明欲しいんだけど。え知らないですか？エリートサラリーマン鏡慶四郎知らないですか？嘘知らねえんだよ。アメリカに渡った鏡慶四郎知らないですね。え俺それだったらさ、うん、俺ノグオンべきだと思ってる。リバンから。あ知らないかも。それも知らなかった。ノブオンベキ知らないの？あはいはいはい。はい、スマスロ鏡ケイシロ。役所広司さんベキね。スマスロ。スマスロ鏡ケイシロ。もう分かんなすぎて。ああそっか。かっこいいですけどね赤スーツでね。うん、ちょっと一回あの分かんない調べるところから行かないといけないよこれ目は聞いてる人。仕事だわって言って、ね。そうそうそう。笑ってるの俺はだけだから。エスパス前とかすごい多いと思いますけどね。出てくるエスパスから出てくる。エスパス楽園前は多分そのコスプレかなり多い。実機から飛び出したんじゃないかな。はい、じゃあ早乙女さん1位。1位チェーンソーマン。ああいそう。かぶって出てきそうチェーンソーマン。今年はね、うん、顔隠せるじゃん。でもクロスーツ対応そうじゃない？あのクロスーツ？なんかあの他のキャラクターのさ、俺あんま見れてないから分かんないんだけど。えなんかいるじゃんキャラクターいるんだいるけどあのそう清掃でねそうそうそう、うん、あのあっちの悪魔の方じゃなくてってことそう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 タクちゃんは悪魔の方を言ってんじゃないその、ね、分からないよ、うん、分からないのに娘の知識で話したいいな繋いだんだだからあの、まあ、チェーンソーマンの変身したあのあれねそうあのデンジがねそう悪魔になった方の悪魔になった方に多そう多そうでもただすごい難しそうだねうんでもちょっとあのその集団とかいたらやっぱ面白そう面白そうじゃんうん、チェーンソーマン、うん、いやもうなんか今回はちょっとかぶりすぎててやだな早乙女さんと僕もチェーンソーマンのマキマさんなんだあ、マキマさん、マキマさんね女性でスーツをしてるスーツをしてる俺そっちそっちキスさせてくれる人ねそう、マキマさん多いと思うな多いね、いいね相性いいじゃん、うん、2人今日いやちょっと服だねなんでだよいいじゃねえかたまにはよはいということで出揃いました、うんうん、まあじゃあ3位からまあアーニャかミニスカポリスとかはねありそうだスマスロ入れなくていいスマスロはまあエスパス前限定になっちゃうんですよね渋谷でもなんで店の名前限定いやもうこれこそでもテラの答えこそもう考えるのやめた人だよねもう確かにもう2位出して2位出して1位じゃんもう自分の話題のやつ手抜くなよお前でも湘北は多いと思うよ湘北はあるよね多いと思うな湘北でいきますか可愛いしねてかなんか見たいっていうのあるよね、うん、そうそうそうガールズ湘北いいなガールズ湘北いい確かに、うん、デカめのバスケというにも、ね、男子もねその山王が出てきたらちょっと熱いじゃんあ、はいはいはい、山王側が出てきたら湘北いて山王でガチ勢で坊主でやってくれたらもう最高最高だね不活みたいな人、ロン毛の人が頑張って仙道とかやってほしい。ああいいね。ギャン立てしてる。ギャン立てのチーム大集合。仙道あの髪の毛込みで190ぐらい。込みなんだ。にアーニャじゃないですか。まあアーニャは絶対あるだろうね。1位ちょっと俺チェーンソーマンでやったけど推しの子かな。いや推しの子絶対来るわ。ただこれかなりハードル高いと思うな。いや高い。まあ SNS でめっちゃ聞いたもんなこの曲。ずっと流れてたもん SNS。未だにだって1位。だったりするよなんかね、まだまだ、うん、まあ今年の顔なんじゃないかな、うん、娘も歌えますもん推しの子のオープニング、うん、歌っちゃおうな、はいはい私は2番手ですって言ってんの、はい、あちゃんなんなってんだけんなてんなてんなですかわいいかわいい、 わ い, いなるほどね、うん、ということで、うん、決まりましたやっぱアニメ強いね、うん、強いよ、うん、3位湘北高校、うん、2位アーニャ、うん、1位推しの子わの愛さんね、愛さん全部アニメ作品になりました。はいはいはい。まあどうなるかね。まあ、アニメ強いですね、うんうん。ということで、俺らはどうする？は？あじゃあラジオ収録やる？コスプレして。見えないのに？誰も見えないけど。誰も見えないのに。誰も見えないけど思い思いのコスプレ配信。なんで？まああのツイッターとかの告知でさ、あ今回そうなんだ聞こうってなったらいや見えないって意味わかんない状態になる。残念が。意味わかんない、ね。ということで、うん、引き続き皆さんから僕たちに番付してほしいお題をお待ちしています。じゃんじゃん送ってきてください。運水の今晩どうしましょう。
運水活動日誌。ここからは運水の活動報告をしていきたいと思います。現在運水の今晩どうしましょうの取り下ろし音声コンテンツを収録したダウンロードカードのプレゼント企画を実施中です。2024年1月31日までに今年の運水バスツアーで巡った訪問地を訪ね、番組メールアドレス宛てに訪問地を訪れた証のお写真と訪問した際の感想を送っていただき、番組内で紹介された方にダウンロードカードを1枚プレゼントします。応募期間は来年2月8日までとなりますが、予定配布数に達し次第配布は終了となります。詳しくは文化放送 A&G のホームページをご確認ください。そして運水の今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。ぜひチェックしてください。他にありましたら、各メンバーの公式 YouTube チャンネルやってますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、僕10月29日にですね、中野テアトルボンボンにてよじれたギャラリーという舞台に、10月29日のみゲスト出演いたします。駿河太郎さん、宮沢沙耶さんというお二人の芝居に僕がどう出てくるのか、皆さんぜひ来て確認してください。確認してくださいじゃないかぜひ感激しに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで以上運水活動日でした。お送りしてきました運水の今晩どうしましょう、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で unsui@joqr.net unsui@joqr.net です。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあこんな感じです何がこんな感じですなの今週結果何が一番多かったんだろうね。仮装はね、楽しみだよね。まあまああと2週間後ぐらいですからね、うん、まだ3週間か、3週間か、まだ結構あるね、うん、結構ある。ハロウィンがね、ハロウィン、ハロウィンがね、そうそう、はいはいはい、確かに、うん、楽しみですね。楽しみか、楽しみです。えハロウィン愛ちゃんは見たい。ああ見、愛ちゃん見たいね。我々 割とアンチハロウィンでやってきてるけど、いやなんかやろうかみたいな言ってたじゃん。やります？何この変な空気どうします？超変な空気。ちょっと考えましょう。はい、はい、ということで今週はこのあたりでお別れです。ここまでのお相手は小野賢章と佐藤目上司と岸本拓也と寺山武史でした。せーの、うすい、バイバイ。佐藤目を知りたい。こちらは独自の感性を持つ早乙女ジョージを知るコーナーです。今回の質問は、早乙女が絶対に NG な仕事は何。うん、難しいね。難しい、何でもやりそうだからね。やりそうだけど、うん、だからまああえてっていうか、ね、ちょっと辛そうな仕事にしました僕は、はい、僕から一人で行う水、池の水全部抜いてみた。嫌だね、過酷だね、うん、一人ってところ一人、はい、私行きます。あのなんかあのゴミ屋敷の家掃除するやつ、あやりたいな。なるほど、ちょっとに匂いとかがあれかなと。はい、で伊達政宗役なんですが、ちょっと本当に隻眼でお願いしますそんなことあるわけねえだろないか、どんな大台ないか、うん、はい、それでは早乙女さん正解をお願いします。早乙女が絶対に NG な仕事は何。グリーンピース100個食い。苦手なんだ。大嫌いなんでグリーンピースが。マジです。まだまだ知らなかった。ただの嫌な嫌がらせじゃん。だから NG でしょ。それが NG でしょ。そんな仕事見たことない。それが NG でしょ。